プロレス大賞新人賞 SKE48 荒井勇気アジャコング戦気がついたら裏剣を食らってタンコブが東京女子プロレスに継続参戦している SKE48 の荒井勇気がマット界で存在感を高めている当初はタレントの腰掛けではと懐疑的な声もあったが プロレスの沼にはまったと本人が語るように今や団体にとっても欠かせない存在にその真摯な姿勢が評価されプロレス大賞の新人賞にも選ばれた12月18日の名古屋大会では 師匠である山下美優とのシングルマッチを迎える上、SKE48 のメンバーとしてもライブパフォーマンスを予定。リアル二刀流の躍進劇から目が離せそうもない前後編の後編。前編は関連記事から必殺技かかと落としを繰り出す SKE48 荒井祐樹。 他取り下ろしカット11点東京女子プロレスに参戦するようになって気づいたことや驚いたことは新井所属選手の方たちが全員とにかく優しい本当に皆さん面倒見が良くてめちゃくちゃお世話になっています一人ずつ優しくしてくれたエピソードを上げることができるくらいなんですけど 特に山下美優さんには頭が上がらないですね。家にも泊めていただいたことがあります。山下選手は喫水のアイドル好きでご自身もモーニング娘。のオーディションを受けているくらいですしね。荒いすごく器の大きい方です。私が最初に東京女子プロレスに上がったのは 高楽園ホールで挨拶した時だったんですけど、そこで選手の控え室に挨拶しに行ったら、試合前だからすごくピリピリした空気だったんですよ。こわっとビビリ散らかして帰ったことを覚えています。だけど実際は怖いことなんて一切なくて、今まで私が生きてきた中で、 一番優しくて暖かい世界だと感じています。そこまで SKE48 よりも暖かい世界でしたか洗い SKE48 と同じくらい暖かいです。笑い例えば私は東京でご飯をあまり食べないんですよ。別に深い意味はなくてお店を知らないから 探すのが面倒なだけなんですけど、それで少し痩せちゃった時期があって、気遣ってくれた先輩たちが練習後にご飯でも食べに行こうよとか、誘ってくれるようになったんです。普段から大丈夫ちゃんと食べてるとか声もかけてくれますし、確かに東京女子プロレスは選手間の絆が深いという話は、 よく伺います。荒い板の団体に上がったわけではないので、比較はできないけど、本当にチームワークは最高だと思います。私がプロレスを続けたいと考えている一番の理由は、東京女子の先輩たちに出会えたことなんですよ。最初、私のプロレス参戦は、年内いっぱいという話だったんですね。 だけど、三試合くらいやった時点で、そんなのは絶対に無理だと気づいたんです。いくら自分が努力したところで、たった数ヶ月じゃ、先輩たちに追いつくことなんてできっこない。だから、高木三四郎社長にも、来年以降も絶対やらせてくださいって、6月くらいからずっと言い続けていました。ハマっちゃったんですよ。プロレスの沼に。 入場はアイドルとして華やかに、試合になるとシリアスに。アイドルとしての新井さんとレスラーとしての新井さん、意識の面で何が変わりますか新井プロレスをやるときは戦う気持ちになっているから、どうしてもそれが顔つきに出てしまうんですよね。 アイドルは何年もやっていることもあって今自分はこういう雰囲気なんだろうなという表情管理がある程度はできるんです。だけどプロレスの時は自分で写真を見てもびっくりするようなことが多くて目力がやばいとかさっき立っているとかよく言われます。プロレスラーとしてどういう個性を持った選手になりたいですか 荒井入場の際は、できるだけアイドルっぽく振る舞うように心がけています。あはははは、どうしたんですか突然、笑い始めて、笑いごめんなさい。柄にもないことを言ったので、自分で自分に受けてしまいました。大丈夫です。笑い、100%アイドルできていますよ。 新井入場の時はアイドルとして華やかに、でも試合になるとシリアスに、ギャップを感じていただきたいんですよね。二面性を出していきたいです。東京女子にはアップアップガールズ、プロレスのほか、元リンクの伊藤真希選手も在籍しています。荒井伊藤さんにはリングでやられてばかりいるので悔しいんですけど、 すごいなと素直に思う部分も多いです。あの感情が爆発しているオーラ、唯一無二の存在感。伊藤さんって赤くて一部だけ黒い髪の毛にしていて、それを団子でまとめているんですよ。なんだかミッキーみたいだし、イラスト化しやすいんですよね。シルエットだけで伊藤巻だとわかる。でも、それってアイドルでも、 プロレスでもすごく大事なことだと私は思っているんです。イラストになりやすい、シルエットだけで誰だかわかるというのは、要するにキャラが確立しているということですから、セルフプロデュース力が半端じゃないなって、プロレスはセルフプロデュース力が問われる、アイドルとプロレスで通じる部分もあるのかもしれませんね。 荒い、例えば、今のプロレスの衣装は赤白青のトリコロールカラーなんですね。豆腐プロレスの時もトリコロールだったので、それを貴重にしようという話になったんです。そういうところで自分の意見が全部通るので、最初は驚きました。SKE48 では衣装さんが全てを決めてくださっているから、 こんなにセルフプロデュース力が問われることはなくて。でも、こうやって自分で考える習慣ができたことは、アイドル活動にも、必ずプラスの効果があると思っています。さて、東京女子への参戦を続ける中で、10月にはタッグマッチで、アジャコング選手とも戦いました。あらえやの試合、記憶がほとんどないんですよ。 一途間で殴られたのがすごく痛かったのは覚えているんですけど気がついたら裏剣を食らってタンコブができていましたねコテンパンにやられて本当に悔しかったですけどあの試合で初めて私のことを知ったという方が想像以上に多くて今思うとすごくありがたい貴重な体験でした そして12月18日の名古屋国際会議場イベントホール大会、師匠筋にあたる山下美優選手とシングルで戦います。荒い圧倒的な力の差があることは自分でもわかっています。その中で自分がどこまでやれるのかというのがポイントになると思う。山下さんは、 デビュー前から練習を見てくださっている先輩なので、新井も成長したなと試合の中で感じてもらいたいんですよ。ありがたいことに周りからは成長スピードが速いと言われることもありますが、自分では必死にやっているだけだから実感が持てなくて。だけど、デビュー戦の映像とかは下手すぎて直視することができないので、 そう考えると、確かに変わってはいるんだと思います。12.18の大会では、SKE48 のメンバー、エゴ・ヒロシナ、大場美ナ、菅原・松ツナ、福士・ナも来場して、パフォーマンスを行うのだとか、あらえやばいですね。いつもアップアップガールズ、プロレスの3人が、試合前に歌っていますけど、 私にあれができるのかなという不安があります。ただ、最近はプロレスファンの方が SKE48 を見に来てくださることも多いんですよ。今回は大きなチャンスなので SKE48 の魅力を全力でアピールしたいです。SKE48 荒井祐希がシングル発明院で、 プリプリ王者、山下美優に前線。東京女子プロレス、名古屋大会。名古屋を本拠地とする、人気アイドルグループ、SKE48 のメンバーで、東京女子プロレスで、プロレスラーとしても活動する、荒井優希が、12月18日、同団体のビッグマッチ、ダッシュ、滑走、名古屋キャッシュする、 名古屋国際会議場イベントホールに参戦。歌、ダンスを披露し、試合でも、頂点王ザ・プリンセス・オブ・プリンセス王者の山下美優を相手に奮戦したが、惜しくも敗れた。5月4日、東京・高楽園ホールでプロレスデビューを果たした荒井は、その後、アイドル活動と両立して奮闘。そのプロレスに対する、 真摯な姿勢が評価され21年のプロレス大賞東京スポーツ新聞社制定新人賞を受賞 SKE48 のお膝元である名古屋大会で今年の最終試合を迎えたこの日は第3試合終了後 SKE48 メンバーの エゴヒロシナ、オーバミナ、菅原松名福士ナオと共にリングに上がってミニライブを行い、未来とは、片思いファイナリー、前のメリの3曲を歌唱、同団体マットで初めて二刀流を披露した、シングルマッチでは初のメイン登場となった新井は、師匠である山下と対戦。 腕の取り合いで回戦した試合は、山下がミドルキック、前蹴りを容赦なく攻め込んだ。荒井もエルボー、ボディスラムなどで反撃を試みるも流れは変えられず。しかし、山下のアピテ,テュードアジャストメントを交わした荒井は、エルボー、ビッグブーツからスリーパー、同締めスリーパーで締め上げるも、山下が何とかエスケープ。 その後もビッグブーツ、フルネルソンバスターを決め、必殺のファイナリーを見舞おうとするも、山下が回避。ならばと、新井は背後からファイナリーを叩き込んだ。だが、持ち直した山下は、ハイキックでダウンを奪うと、立ち上がった新井に、スカルキックを炸裂させて、3カウントをダッシュ。 奮戦した荒井だが、王者の画像は崩せなかった。山下は新井は恐れなく、ためらいもなく、このリングで、しっかり荒井の気持ちは伝わりました。でも、まだまだ私は倒せない。これで終わりじゃないから。これからも、いっぱい練習して強くなって、また試合しようとマイク。荒井は、ズまたやらなきゃダメですか 一生に一回でいいと思ってたんですけど、そんなに言うなら仕方ないですね。いつかまた試合してあげましょうと、ジョークを交えて返し、東京女子プロレスにハマったので、22年もしっかりプロレスに向き合って、山下さんにもいつか勝てるように頑張っていきたいと締めくくった。 バックステージで洗いは山下さんとは一番練習してきたんじゃないかという先輩ではあるんですけど、蹴りとか練習ではされたことなかったので、この辺腹部が生まれて初めての痛みです。まだまだ叶う相手じゃないとすごく感じました。また機会があれば今より成長した姿でもっと耐えられるようになって、 山下さんの前に立ちたい。22年も戦うことはあると思うので、一層なっても大丈夫なように、練習を張り切って頑張りたいとコメント。試合の日にライブを初披露したことについてはいつもアップがアップアップガールズ、プロレスさんがやってらっしゃるんですけど、本当にすごいなと思いました。 ライブの後に試合に切り替えるって難しくて、アプガさんはすごいなって結論に至りました。でも普段見てない方にも見ていただける機会になりましたし、サイリウムもたくさん振っていただけて嬉しかったですと話した。来年の初戦は1.4高楽園での坂崎ゆか戦になるが、 強い方とのシングルということで22年気合い入れてスタートしなきゃって改めて思わされました。来年もしっかりプロレスに向き合っていきたいと22年を見据えていた。一方、胸を貸した山下は新井ちゃんが踊る姿を初めて見てそこから初めてシングルっていうことで練習してても 試合をしても、すごい気持ちが強いなって、プロレス、アイドルに対する気持ち、両立しようって気持ちが伝わってきて、私も気持ちが高まる部分がありました。でも、まだ負けるわけにはいかないし、まだまだ練習しないといけない。また戦う時が来るでしょう。 その時は私もまた強くなってないといけないですし、洗いも強くなってもらって、東京女子を一緒に盛り上げていけたら、ファイナリーは聞きました。まだまだファイナリーは進化していくんじゃないですかね。していかなきゃいけないと思います。すごいいい技なんで、しっかり練習して、どんどん強くしていってほしいと、洗いを表していた。 東京女子プロレス大賞新人賞荒井祐希が凱旋歌と試合で躍動2022年も気合い入れて東京スポーツ新聞社制定2021年度プロレス大賞で新人賞を受賞したアイドルグループ SKE48 の荒井祐希23が SKE の本拠地で躍動した 写真 SKE48 のメンバーと外線ミニライブを行った荒井祐希受賞後初の試合となった18日の東京女子プロレス名古屋国際会議場イベントホール大会では SKE48 のメンバー4人とミニライブを披露試合ではプロレスの師匠であり プリンセス・オブ・プリンセス・オーザを保持する山下美優26との初のシングルマッチに出陣した。序盤こそ山下の猛攻でダウンカウントを取られる場面もあったが、渾身のエルボーで動きを止め、ビッグブーツからのスリーパーで追い込む、フルネル・ソンバスターからのファイナリー。 かかと落としはかわされたものの、山下をコーナーにぶつけてから、後頭部へのファイナーリーは成功。大きな見せ場を作った。しかし、キックで逆転を許すと、最後はスカルキックで3カウントを奪われた。試合後、山下は、まだまだ私は倒せない。これで終わりじゃない。いっぱい練習して試合しようとエール。 すると笑いはまたやんなきゃダメですか一生に一回ぐらいだと思ったんですけど、そんなに言うならまた試合してあげましょうと、なぜか上から目線で強がっていたが、2022年もしっかりプロレスに向き合って、山下さんに勝ちたいと誓い、会場のファンから大きな拍手を受けた。バックステージでは、 蹴りとか練習ではされたことがなかったので、この辺、腹部が生まれて初めての痛みで、まだまだ叶う相手じゃなかったと、すごく感じました。でも、やってきた技を少しは出すことができたし、また機会があれば、今より成長した姿でもっと耐えられる自分になって、山下さんの前に立ちたい。2022年。 と山下さんと戦うことがあるかもしれないので練習を張り切って頑張りたいと前を向いた5月の本格デビューから7ヶ月で新人賞に選ばれた2021年を歌わせていただいた前のめりの歌詞にワクワクする新しい世界にはそんな簡単に出会えないというのがあるんですけど本当にそう思っていて こんなにアイドルを何年もやってきて、新しい世界を見つけることができて、いい選択だったなと思いましたと振り返った。また、1月4日、東京高楽園ホール大会での、坂崎由香とのシングルから始まる22年に向け、気合を入れてスタートしなくちゃなと、来年もしっかりプロレスと向き合っていきたいですと、 改めて口にし、さらなる飛躍を見据えた。